今日はスノのアジャストスピード機能で曲のピッチを操作する方法を解説するよ。アジャストスピードは曲の速度を変える機能。でも速度を変えると音の高さも変わるんだ。キープピッチボタンをオンにすると曲の速度を変えても音の高さは変わらない。逆にキープピッチボタンをオフにすると速度に加えて音の高さも変えられるよ。このキープピッチのオンオフを駆使して曲のピッチを操作するのが今日のテーマだよ。まずは曲の速度を変えていった時に音の高さがどの程度変化するか説明するよ。速度を2倍にするとピッチはプラス12、 1.5 倍はピッチプラス7、 1.25 倍はピッチプラス4、 0.75 倍はピッチマイナス5、 0.5 倍はピッチマイナス12、 0.25 倍はピッチマイナス24という感じになるよ。ピッチはキーと読み替えてもいいよ。ピッチプラス4はキーを4つ上げるってこと。そして複数の速度を組み合わせることで案外簡単にピッチは自由に調整できる。速度を 0.75 倍、1.25 倍と2回変化させる。すると速度は 0.9375 倍になるんだけど、ピッチもマイナス5プラス4でマイナス1になるよ。これで簡単にマイナス1は作れる。同様に 0.75 倍、1.5 倍を考えてみると速度 1.125 倍、ピッチプラス2ができるね。そしてこの2種類を組み合わせる。 0.75、1.25、0.75、1.5 とすれば速度 1.055 倍、ピッチプラス1ができるね。これでピッチマイナス1もプラス1もできることになる。プラス1とマイナス1があれば言うまでもなく、組み合わせでピッチをどんな数値にもできる。このピッチ操作方法の一番の問題点は速度も一緒に変わっちゃうことだね。速度を変えずにピッチプラス1やマイナス1にする。頑張ればそうすることもできなくはないよ。キープピッチボタンをオンにしてしまえばそれ以降ピッチが変わることはなくなる。つまりキープピッチオフの状態でピッチプラス1やピッチマイナス1を作った後にキープピッチオンでピッチを変化させずに曲の速度を1倍に戻せばいいわけだね。ただこれがね、すっごい面倒なんだ。まあ一応どうやるかは紹介しておくね。キープピッチオフで 0.75、1.25、 まずはこれでピッチマイナス1を作ってキープピッチをオンにして 0.75、1.5、 0.75、 1.5、 0.75、 0.75、 1.5、 これで速度は 1.0011 倍まで戻るのでほぼ元の速度に戻ったと言っていいね。速度1倍、ピッチプラス1はキープピッチのオンオフのタイミングを変えるだけだよ。操作が面倒すぎるのが一番の欠点だけど、音質が劣化するという大きな問題もある。アジャストスピードは使えば使うほど曲の音質が劣化してしまうよ。速度の上げ下げを交互に行ったり、最後の操作を速度を上げる操作にすると多少は音質の劣化を止められるけど、それでも10回もやるとひどい劣化になるよ。だから速度1倍、ピッチプラスマイナス1を使うときは音質の劣化を修正する必要も出てくる。それじゃ長々と説明してきたけど、実際にどうなるのか実例を聞いてみようか。速度 0.9375 倍、ピッチマイナス1、速度 1.055 倍、ピッチプラス1で作った曲と速度1倍、ピッチプラスマイナス1に修正をかけた曲、両方の差を実例で比較してみよう。走り出そう夢の欠片を追いかけて迷いの中で光を探す。ピーチ開けて走り出そう夢の欠片を
アジャストスピードでピッチを変化させる2種類の方法の実例を聞いてもらったよ。多少の速度変化を許容してしまう手軽な方法の方が実用的に使えると思う。ただ速度変化が曲に与える影響は大きい。曲の雰囲気が結構変わってしまうよ。だからかなり面倒な方法ではあるんだけど、速度変化を消す方法についても紹介したよ。ここでアジャストスピードによる音質の劣化を修正する方法について解説しておくよ。前回の動画ではリマスターかリプレイスセクションを使う方法を解説したけど、ペルソナを使えばいいんじゃないとコメントをもらったから再検証してみた。音質を修正したい曲をペルソナにして同じ歌詞同じスタイルで再生成すると、同じような曲ができる場合もあれば曲調が大きく変わってしまうこともある。ほぼ別の曲になってしまう可能性が少なからずあるのがペルソナの欠点かな。それとカバー機能を使う方法もあるよ。音質を修正したい曲をカバーにするとボーカルはほぼ同じにできるけど、カバーだから当然それ以外は別の曲になる。じゃあペルソナとカバーを併用してみよう。これが相乗効果でかなり良い結果になった。カバーでボーカルを絶対的に保ちつつ、それ以外の部分はペルソナで原曲に近づける。この方法でリマスターほどではないけど原曲に近い曲を再生成できるよ。弱い音質の劣化を直すならリマスター、強い音質の劣化を直すならカバー&ペルソナ、これが多分最善の方法だと思う。前回の動画の内容を訂正しておくよ。素のないでピッチを操作する方法をここまで長々と解説してきたけど、外部のサイトやソフトを使えばピッチの操作は非常に簡単にできる。面倒な手順を踏んで素のでやる意味ある、そう思う人もいるかもしれないね。でも外部でピッチを操作した曲を素ので再利用するのはいろいろと制限があるよ。アップロードする曲は2分制限があるし、ペルソナを作ることもできないからね。ピッチを操作した曲をさらに修正するには全部素の内部で作業しないといけない。動画の後半ではこれの具体例として超低音の男性ボーカル曲を作ってみるよ。単純にピッチを思いっきり下げるだけだと変な声になるのは前回の動画で紹介したね。そこでピッチを下げる修正を繰り返してだんだんとボーカルを低音にしていってみるよ。具体的にはキープピッチオフで 0.75 倍、オンで 1.25 倍にしてピッチをマイナス5にする。ピッチマイナス5の曲をペルソナ&カバーで修正、修正した曲をさらにピッチマイナス5していく。これでどんな曲ができるのか実際にやってみたので聞いてみてね。その曲の修正を繰り返して
小低音の男性ボーカルを作ってみたよ。速度、ピッチ操作のたびに修正すれば、大規模な変化でも音質の劣化はほぼなくなる。巣の内部でピッチを操作すると、修正が自由にできるのが一番の利点だね。手順が面倒なのは大きな欠点だけど、実用的なテクニックだと私は思うよ。最後に一つ注意点を話しておくよ。今日解説したピッチ、プラスマイナス1の数値は、一般的なピッチ、キーのプラスマイナス1の数値と、わずかにズレが生じてしまうんだ。あまり影響はないレベルだと思うけど、ズレがあることは覚えておくといいと思うよ。ちなみになんでズレがあるのかというと、別にスノが間違っているわけではなくて、むしろ一般的な音楽のピッチ、キーが全部ずれているっていう面白い話だよ。音楽に詳しい人ならわかると思うけど、今回操作したピッチって純粋な倍音だから、つまり純正率のピッチになってるんだ。だから平均率とはズレが生じちゃうわけだね。純正率と平均率の話はとても面白いから、興味のある人は調べてみてもいいと思うよ。それじゃ、またね。